私はパニコ、33歳の会社員です。私が勤めているのはパニー印刷という印刷会社。東京に本社があり、地方にも数箇所支社を置いている中堅企業といったところかな。私はこの会社に高卒で入社しました。東京の本社で働いた後、ある地方の支社に異動となり、そこで3年間働いたんです。そして今年の春に本社移動の辞令が出たのよね。引っ越しを無事に済ませ、久々の東京暮らしがスタートしたというわけ。3年ぶりに本社に戻った私は、会社の方針で一定期間管理部に配属されることになりました。印刷会社の管理部って、印刷物の設計、仕様の検証といった基本業務をはじめ、協力会社への発注、印刷物の品質チェック、管理などなど重要な仕事が目白押しの部署。本社に復帰した私に重要部署で経験を積ませるというのがこの会社の社長の方針なんです。さらに社長からは別の意図も告げられていたんですけどね。そして迎えた勤務初日、私は管理部の成田部長に挨拶をしたんですが、本日より本社勤務となりましたパニコと申します、どうぞよろしくお願いし、君か、地方から戻ってきたって社員は。はい、そうですが。まあ実力のほどはまだわからんが、今日の飲み会には当然来てもらう。え、飲み会？ああ、部長主催だぞ。断るとは言わせないぞ。私お酒が一滴も飲めないんで。酒飲めなくても関係ない。君ね、ノミニケーションって言葉を知らないのか。社員同士の親睦を深めるための集まりなんだぞ。つべこべ言わず、返事は1秒ではいだ。はあ、なんと成田部長、初日早々私を飲み会に出席するよう迫ったんです。これって強制参加に当たりません？今時ありえないことだと思うんですが。すると、成田部長。なんだ野上くん。飲み会参加を強引に求めるのはどうかと思いますが。現れたのは同じく管理部の野上次長。実はこの野上次長も今日付で管理部に移動してきた社員なんです。あのね、私は社員としっかりコミュニケーションを取りたいと言ってるんだ。飲み会はそのための大事な機会だろうが。お言葉ですが、コミュニケーションは社内でも十分に取れますよ。それに社員を勤務時間外に無理に誘うのはいかがなものかと。じゃあ勝手にしろ。冷静な野上次長に諭され引き下がった成田部長。野上次長のフォローに助けられ、私はほっと一安心。この成田部長という人、一癖も二癖もありそうな人だと初日早々に分かりました。その後業務が始まり、私はデスクワークをスタートさせていました。するとまた成田部長がやってきてね、大量の書類を持ってきて私のデスクの上にどさっと置いたの。パニコ君、君大学を出たのか？いえ、高卒ですが。そうか、高卒の分際でさっきは偉そうな口を叩いていたってわけだな。いや別に偉そうにはしていない。低学歴の部下は一生コピー取ってろ。え？どうだ、仕事を与えられて嬉しいだろう。まあ君は俺の誘いを断るような社員だ。これから先それなりの教育が必要だな。まあ君が望むような仕事が回ってくるかどうかは別だがな。なんなのこの人。これが教育って言うんですか。飲み会を断った私をどうやら冷遇する気満々の成田部長。管理職たるものそんな態度をとってていいんですかね。それからしばらく周りをよく見てみると、成田部長って他の社員に自分がやるべき仕事を押し付けてるみたいなのよね。部下だから上司の命令に従って当然みたいに思ってるみたいでさ、ものすごく高圧的だし理不尽にも程がある。自分の仕事を他人にやらせて何してるかって言ったら、自分は怠けてデスクでふんぞり返ってて。
そしてその姿を見た野上次長が何度も懸命にたしなめているの。野上次長は他の社員に笑顔で声をかけたり励ましたりしていて、部下たちから好感を得ているみたい。まあこんな人が上司ならのびのびと働けるわね、みんなも。え、なんでそんなに周りの社員を観察してるかって？それはね、後でわかるわよ。そして私が管理部で働き出して1週間が経ちました。成田部長、野上次長、そして周りの社員たちの特徴と部署内の雰囲気がかなり分かってきたわ。そしてこの日もいつも通りのデスクワークをやっていると。パニコくん。はい、何でしょうか。喉渇いたんだけど気づかなかった？え？お茶飲みたいんだよな。俺さっきからずっと持ってるんだけどな。はい？私にお茶を持ってこいと？ちゃんと分かってるじゃないかよ。さっさと頼むよ。まったく察しが悪いんだからな。成田部長、私にお茶組みをさせようとしているの。私はピシャリと言ってやりましたよ。喉が渇いたならお茶はご自身で入れたらどうですか？私も忙しいので、飲みたいならどうぞご自由に。な、何を生意気に。おい君、上司に向かっていい加減にしろよ。業務に直接関係ないことを命令されてもそれは仕事ではありませんので。なんてこと。君ね、俺を誰だと思ってるんだ。パニー印刷の管理部の成田部長ですよね。俺をおちょくるのもいい加減にしろよ。私間違ったこと言いました？だんだんイラついてきた様子の成田部長。私はあくまで冷静。いいか、俺はこの部署で一番偉い部長なんだぞ。俺に口答えするなんて許さん。まったく使えないやつだ。お前みたいな部下いらねえよ。そう言って地団駄踏み始めたの。だからね、教えてあげましたよ、わかりやすくね。いつ私あなたの部下だと言いました？あ、その瞬間キョトンとした顔をした成田部長。私がいつあんたの部下だと言ったか聞いているんです。ん？だってここで働いてるってことは俺の部下だろ。私あなたの上司なんだけど。何？驚きの声を上げた成田部長。その声は部署内に響いたようで、野上次長をはじめ管理部にいる他の社員たちもびっくりした表情を見せました。私この会社のパニー印刷の専務なのよね。はあ、そんなわけないだろ。だってこの前まで地方の支社にいたんだろ。なのに どうしていきなり。社長の意向でこの春から専務に就任することになったの。何を言って。そんなわけないだろ。じゃあ本人に確認してみましょうか。え？私はスマホを取り出すと社長に直電。社長はすぐに電話に出てくれました。もしもし、あ、お父さん？お父さんだと？今から管理部まで来てくれないかな。成田部長がね、私の言うことは信じられないって。私が専務だって言っても全然納得できないみたいなのよ。ああ、そういえばお父さんの方も成田部長と話があるんだよね。え、社長が俺と？じゃあ待ってるから。社長が私の父と知り、成田部長は真っ青。すると。あ、バニコ待たせたな。あ、お父さん。バニオ社長。姿を見せたのは私の父パニオでした。パニー印刷の社長って私の父だったんです。あの、お二人親子だ。ああそうだ、娘のパニコが世話になったな。パニコは私の一人娘、この会社の次期後継者だ。本社移動とともに現場体験のために当面この部署で働かせてたんだよ。そうなんです。私は幼い頃から父の会社を支えるという思いを持っていて、
高校卒業とともに入社。当初は経理部に入り裏方に徹しようと思っていたんだけど、父からは経営向きと言われて次期社長候補として期待されるようになってね。地方勤務になったのも将来に備え少人数体制の職場でリーダーとして経験を積ませるためだったの。そうだったんですね。いやー、パニコ専務、ご栄転おめでとうございます。あらー、さっきとは態度が全然違うじゃない。それは人を地位や立場で判断する人だったのね、部長って。いや、決してそんなことは。でも、俺、まさかあなた様が社長の娘さんだなんて思いもしなくて。私、入社した当初から社長の娘だってことはずっと伏せてきたの。周りに気を使わせたくなくて、特別扱いもされたくなかったから。専務を言い渡されてからも、この部署にいるまでは黙っておくつもりだったけど。成田部長、あなたがあまりにも無礼無作法、理不尽極まりないから仕方なかったわ。そうなんです。私は成田部長の部下ではなく、むしろ上司だったわけなんだけど、それはあえて伝えず、重要部署の管理部でしっかり経験を積もうと思っていたの。それにね、私がここに来た理由はそれだけじゃなかったのよね。成田君、パニックをこの管理部に使わせたのはもう一つ任務があってな。君の勤務態度を報告させるためだよ。君についてあまり良くない評判や報告が前々から上がっていてね。そんな飲み会を断ったパニコに雑用を押し付け、礼儀を書いた態度を取ったこと、高卒入社のパニコに低学歴呼ばわりしたこと、他の社員に対しての態度や言動も全てパニコから伝え聞いている。おまけにもっととんでもない報告も聞いたぞ。君、飲み会に出た社員にお金を無心しただろ。おやおや、これは聞き捨てならないですね。パチンコと競馬でできた借金だそうじゃないか。これは完全にアウト。ギャンブルにまみれて部下にお金をせびるなんて最低。いろいろバレちゃった部長はガクガク震えていますよ。上司の立場を利用して私的な理由で部下にお金を無心、紛れもなく懲戒の対象になる事案だわ。パニコを進む。そんな、それだけは。これからは心を入れ替えて頑張る。却下。そもそもね、散々見下してきた私に今更何頼ろうとしてるのって話。私を無能呼ばわりしたの、どこの誰だったかしらね。お嬢際の悪い成田部長、今度は父にすがり始めました。社長、私は管理部長として、それなりに会社に貢献してきました。いきなり私がいなくなったら、この部署はすぐに混乱してしまいま、その心配は全くない。あとを任せるべき人材は、ちゃんといるからな。なあ、野上くん。私ですか。君はもともと勤務態度が真面目で社内での評価が高かった上に、管理部次長になってからも的確な仕事ぶりで社員の信頼も得ているとパニコから報告を受けている。この重要部署を任せるに値する人材だ。その通りよ。嬉しいです、パニオ社長、ありがとうございます。ってことで、本当に仕事のできない無能は必要なし。成田部長が去っても管理部は全く問題ないってことね。いしし。君には追って処分を下す。覚悟しておきたまえ。こうしてついに積んでしまった成田部長、がっくり膝から崩れ落ち、ベソを書いていました。その後、父の行動は迅速で、成田部長は懲戒を受けた後、首を告げられてしまいました。当然ながらお金をせびった部下には全額返済した上で会社を追われることに。さらにギャンブル症がたたって、奥さんからも見下り犯を突きつけられ離婚しちゃったんだって。慰謝料を求められ、たちまち窮地に陥ったみたい。部長時代の悪評が広がっていて、どこにも再就職できず借金を抱えたまま放浪して、
たどり着いたのは遥か彼方の北国の離島。そこで寒さに凍えながら朝から晩まで慣れない漁場でこき使われてるんだとか。まあ事実上の島流しってところかしらね。そして成田部長から野上部長へと変わった管理部は活気にあふれるようになりました。前任者とは打って変わり、野上部長の下で社員は一つにまとまり、みんな生き生きとした表情で働いているわ。そんな管理部の変わりっぷりを見届けたところで、私は現場を離れ、いよいよ専務として社長を支える業務を開始したの。野上くんのおかげで管理部は社員の作業効率が上がり、生産性もアップしたようだな。そうなの。おかげで会社全体の業績もすこぶる好調だわ。社内ナンバー2の専務としてはこれからが本番ってとこかしら。その通りだ。各部署が円滑に回るように指揮管理するのは専務の重要な役割だからな。これからも頼んだぞ、パニコ専務。はい、頑張ります。いしし。社長である父と共に会社を引っ張っていくことになった私、専務としてパニー印刷をこれからもっともっと大きくしていくわよ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。